抱きてくれ。はあ、満腹満腹。さてと、腹も膨れたことだし、綱手のばあちゃんに任務の催促でもしに行ってみるかな。屋敷の中から聞こえたってばよ。わい、エロ仙人ナルト、そいつを倒せ。え、早くしろ。あ、押す。どういうことだよ。ちょっと術の開発に失敗してね。術の開発？とある忍びの木遁忍術と私の幻術を組み合わせ真術を作ろうとしたんだ。どうにも組み合わせが悪かったらしくてな、何度やっても制御できないんだよ。ったく。そんじゃ、さっきのエロ仙人は幻術のせいでエロ仙人の姿に見えてたってのか？その通りだ。木人形に近づくと幻術が発動し、まるで本物の人間のように見えてしまう。だからさっきエロ仙人を倒した後、術が解けて木人形になったのか。でも、もう木人形は倒したし大丈夫だよな。次は失敗しないでくれってばよ。いや、そのだな。実はすでにいくつもの木人形たちが周囲に飛び出していったりするんだな。これが、安心しろ。すでに討伐部隊を向かわせた。いやいや、
そういう問題じゃねえ気がすんだけど。というわけで、ダルト、お前にも同様の任務を与える。いきなりだな、ばあちゃんってば。あ？お前はこれに書かれた黙人形を倒してこい。それがお前の担当分だ。あのさ、俺の担当分だけでも結構な量なんだけど、ばあちゃんってば何回失敗したんだよ。うるさいよ。さっさと行け。ああ、了解だってばよ。受けたはいいけど、この任務ってばかなり時間がかかりそうだな。明日からじっくり進めていこう。焦っても失敗したら意味ないし。今日は何しよっかな。ナルト、どうしたの、さくらちゃん。なんか急いでるみたいだけど。綱出師匠からカカシ班に緊急招集がかかったわ。何か良くないことが起こったみたい。良くないこと？今はとにかく師匠の部屋に急いで。カカシ先生はもう来てるから。一体何事だってばよ。ああ、砂隠れに暁が現れ、風影を連れ去ったということだ。そんな。そこでだ、カカシ。はい。お前たちは直ちに砂隠れの里へ行き、状況を木の葉へ伝達。その後砂隠れの命に従い、彼らをバックアップしろ。おい、落ち着けって。手まりさん、鹿丸？ガーラが暁に連れ去られたというのは本当なのか？ああ、本当だ。けど、安心しろってばよ。今から俺たちが砂に向かうからよ。もちろん私も行くぞ。でも、この人の用事はもう終わってる。こっちは問題ないぜ。カカシ。わかりました。よし、これからフォーマンセルで砂隠れに向かう。各自遅れないようにな。はい。待ってろよ、ガーラ。
任せたぜ。じゃあね。Thank you.